ちなみにあれ来ました、これ。来た。なんでやろうってまたなったんですか。なんかあったんですか。まあこれもね、俺坂本との試合見たいって言い出したけど、ちょっとやりますよと。感覚することになって、タバコも酒もやめて、ロスに2ヶ月行って、やることって言ったらもうスパーリングだけよ。あ、スパーリング。1日12ラウンドから15ラウンドやるんだから。あ、そうなんですね。そのフィリピンにちょっと修行行きたいなって思ってるんですよ。8月24日に、復帰戦を控えました新岡、雄大選手に来ていただきましたよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。重岡雄大。ちょっと聞きましたね。すげー、来た。7ラウンドへと入っていきます。おー、来た。重岡雄大ボディで倒しました。 WBC 世界ミニマム級新チャンピオン、重岡雄大。この瞬間、兄弟の夢が。2度目の防衛戦、重岡雄大と、そしてランキング6位メルビン・ジェルサレムが拳を交えます。新チャンピオン、メルビン・エル・グリンゴ。チャンピオンに返り咲くっていうのが目標ではあるけど、それよりもその段前に強くなる。試合までもうあと10日は切ってますけども、体調の方はいかがですか。怪我もなく減量も進んでますし、うまくいってますし、まあ、間違いなくいいベストコンディションで試合を迎えれると思います。早速なんですけども、前回の、まあ、ちょっと聞きづらいんですけども、世界タイトルを失った試合、はい、メルビン戦について、あんなに効かされたパンチはなかったというようなことを試合後に語ってたということを私は聞いたんですけども、いかがでしたか。ちなみに一段のあれ聞きました、ボディ。ん聞いた。だからそのパンチのことですよね、やっぱり。魂乗ってたし、なるほど。油断してるつもりはなかったんですけど、もし僕がメルビンに挑戦する立場だったら、あのパンチはもらってないなって思いますし、なるほど。やっぱりその向こうは僕を食ってやろうっていう気持ちでかかってきた魂がこもったパンチっていうのを、すごい今でもめっちゃ覚えてるんですよ。あ、なんか気持ち乗ったパンチをもろに食らった、それを聞くようなっていう感じで、だからこそチャンピオンになっても挑戦者でも初心忘れちゃいけないというか、チャレンジャーの気持ちを忘れちゃいけないってよく言いますけど、それをすごい身に染みて実感しました。敗戦を経験して、どのくらい次の試合まであったというか準備、まあ、私の場合は世界初挑戦だけドローだからさ、ドローってことは負けと一緒なんだけど、まあ、これはちょっと置いといて、その世界タイトル取って、でまさに、ね、タイトル、雄大選手と一緒よ、取って負けました。で俺一回引退してるから。あ、オーナーがやめろって言われたけど、生活面倒見るから、あ、ボクシングもうやめろと。ほんで半年もう毎日酒飲んでタバコ吸ってさ、遊んでたわけよ。それなんでやろうってまたなったんですか。なんかあったんですか。まあ、これもね、半年経ったら俺坂本との試合見たいって言い出したっけ。あ、坂本選手って私が大時期のタイトルマッチだった試合があるんだけど、初盛戦で。見たいからもう一回やれって、え、やめろって言ったじゃないですかと。そういう気まぐれなオーナーで、ちょっとやりますよと、感覚することになって、タバコも酒もやめて、で今までは日本にいて、韓国人のコーチと一緒にやったんだけど、で私が感覚するときはもう韓国人のトレーナーも、もう他の人もいていないから、うん、どうするんだって言ったときに、アメリカに行けと、そう、それでだから、ロスに2ヶ月行って、環境がガラリと変わるじゃない、でやることって言ったら、もうスパーリングだけよ。
あ、スパーリング1日12ラウンドから15ラウンドやるんだから。あ、そうなんですね。そうで、相手3人とか4人相手に回して、はい、そういうふうにガラッと環境が変わったってことが、まあ、逆に良かったのかなと。なかなか環境変えるって難しいじゃない。いや、でもそうですよ。僕も銀とそのフィリピンにちょっと修行行きたいなって思ってるんですよ。フィリピンとかタイとかメキシコか分かんないけど、軽量級強い。やってみる価値はあると思いますよ。いや、次の試合終わったらちょっと海外行くっていうのは、はい、いいことだと思う。海外で修行していきます。初めてね、あのプロで敗戦ですよね。何かにしか課題を持って取り組んでると思うんですけども、まあ、技術面でいうと例えば言える範囲でどういうところに気を使っているとか何かありますか。今まで僕は結構ハンドスピード頼りというか、スパーリングの後筋肉痛になるところといったら肘から手首のこの間、ここだったんですよ。ここが一緒から下が痛くなる。そうですね、ここが筋肉痛になる。打ち方ってみんな違うんだね、人それぞれ。そうですね、でもやっぱそれが間違いだなってやっぱ思って、銀次郎のその打ち方とか見てやっぱ思ったし、やっぱ強い選手ってやっぱ肩で打つ、肩で打つっていうのは分かってたけど、肩で打つって僕肩抜きのことだと思ってたんですよ、ストレートとかも全部やっぱ肩で打つようにすると流れにくいしコンパクトになるのかなと思って。じゃあ打ち方にちょっと重点を置けるっていう、なんかそういう根本的なところを変えていかなきゃいけないのかなっていう。なるほど。まあ、トレーナーもさんも当然いてね、 あんまりあの私がこう生意気なこと言っちゃいけないんだけど、私が試合見て感じたことは、はい、雄大選手はね、気持ちが強すぎる、この気が強いっていうのはね、これパンチが強いとかスピードがあるとか反射神経があるとかで一緒で、これも才能なわけ。弱いやつはどうやっても強くならないから、これ強いってことは重要なファクターの一つなんだけども、何でも過ぎるとさ、気の強さと繊細さとバランスってちょっと難しいんだけど、今日もスパーリング見て思うんだけど、やっぱり度胸があるからさ、正面からガンガンいくわけ、これってすごくいいことだと思うけど、やっぱりサウスポーなんで、もうちょっとこうサウスポーの利点を生かすように、サイドに右にサイドに回りながらサイドから攻めるやり方とかさ、そう、それがちょっと気になったことと、あとこれさ、もう一点、まあ、世界チャンピオンになった選手だから偉そうなこと言えないんだけど、ボクシングっていうのはさ、上に行けば行くほど決定的に変わるものがあるんだよ。これ何だと思う。分かんない。言葉に出して言うと、自分がオフェンスの後のディフェンスの速さなんだ。上に行けば行くほどパンチを出した後に引く瞬間あるじゃん、その瞬間に返しが早いじゃん、上に行けば行くほど、これが日本ランカーとか世界、日本と世界の差なのよ。で、俺はそれを感じたわけよ、オフェンスの後のディフェンスの速さ、これを常に意識したんですね、シャドーの時から。なるほど。そこを意識すればもっとディフェンスも良くなるし、被弾する確率は明らかに減るよね。もう明日からやっぱ打った後の打ち終わりに食らってるんで、例えばディフェンスしなくても返しのパンチで首振ったりとかできるわけじゃん、意識があれば。けどこれも意識なきゃできないんで、打ち終わりは必ずパンチが返ってくるんだと、すぐ忘れないことです。シャドウからミッドからスパーリングから。分かりました、まあ、参考にしていただければ。いや、ありがとうございます。次戦の相手もフィリピンの、ね、サムエル・ザルド選手、21戦20勝 13KO の猛者ですけども、はい、どうですか意気込み的にはこの選手。僕が例えばこの間メルビンに勝てたとしても、防衛戦の相手で選ばれてたかもしれない。なるほど。実力は申し分ない選手。山野選手すごいね、復帰戦で世界ランカーとかバランスじゃありえないから。ああそう、やっぱよっぽど自信もあるんでしょうしね、素晴らしいことだと思いますよ。どういうところに気をつけて、どういう戦い方をしようと思ってますか。21戦20勝でもちろん戦績も強いし、でもそれに見合った選手だと僕はなんとなく思ってて、本当多分強い選手あのいつかタイトルマッチが巡ってくるのをずっと待ってる、牙を研いでっていう感じがするんで、俺本当に油断できない、マジで世界戦でもおかしくない選手だと俺は思ってるんで、手数だったりパンチ力だったり全てにおいて別にジェルサレムに劣らない選手だとも思ってるし、だからこそ勝たなきゃ俺は絶対にいけない、重岡兄弟強いんだからっていうのをやっぱ分からせるには、しっかり強い相手倒さなきゃ意味ないんで。なるほど。復帰戦としてはリスクがあるけども、あえてそれをね、あえて茨の道を選んだという、そっちの方がかっこいいっしょって感じで、
今後の展開っていうのはこれも言える範囲なんだけど、複数回階級を目指しているのか、あるいは4団体兄弟統一とか目指しているのか。まあ、20代のうちにその4つベルト僕と銀で取りたいっていうのは、まあこんな2人で転んどいてね、大きいこと言ってんじゃねえとも思うけど、でも自信あるし絶対やってみせたいし、目標がこの階級の中であるんで、負けっぱなしで上に上がるよりはやり返してから上がろうかなっていう感じです。2人でベルト集めようぜこの階級でっては唯一なんか話したんで、なんか2人でそうやって一つの目標って今まであんまなかったんで、それは実現させたいなと思って。なるほど。じゃあ、まあ今後の直近の目標としてはミニマム級にとどまって2人で4つ吸収すると、そうですね。今回ちょっとあの復帰戦ということですけども、非常にあの強豪を選ばれて、あのボクシングスタイル同様強気のマッチメイクだなと。ぜひともこの試合をですね、できれば完勝していただいて、そうですね、重岡雄大ここにありというところをファンや関係者に見せてもらって、早々の世界タイトルの再挑戦というものを実現させてもらいたいなと。頑張ってください。ありがとうございます。熱いだけじゃダメ、気持ちの強さだけじゃダメっていうのは僕の心にすごい響きまして、もう残り少ししかありませんが、あのそれは肝に銘じてしっかり KO を狙って力の差を見せれればいいなと思いますので、ぜひあの8月24日あの大阪で試合やります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。